はい、ゲーコンと絶好調、たくやです。今日うちの五反田戸越エリアのメイトさんに撮影してもらってます。今日は糸シフトで、リノさんと、そしてひなさんと、あとてっぺいスターがね、運営してるということで、みんな連れてきました。今日食べ終わった後なんです、まあ、ちょっと一人、移りたがりの子がいるんで、その子に感想を聞こうかなと思います。おはようございます。ここからここまで藤沢です。はい、本日は秋葉原店にお邪魔しています。なんで秋葉原店に来ているかというと、今日は接客コンテスト1位の徹底店長と3位の小川ひなさんが一緒に運営しているということで、お店の高校生を連れて勉強に注げていただきました。では今日本日特別ゲストの、ありがとうございます、自己紹介お願いします。アレシスさん店の向井です。よろしくお願いします。はい、高校生です。高校1年生でフレッシュですね。では早速行きましょう。絶好調、タケヤです。はい、ここからここまで藤沢です。はい、なかなかちょっと珍しい動画じゃないですか、これ。そうですね、2人で、はい、撮るのは移動報告以来ですか。確かに確かに。今日は何の動画を。3月の末ぐらい、はい、スカイスクレーパーの最高峰の運営が見れるという日があったんですよね。そうです。糸シフト兼、はい、まあ、モデル運営ものが行われると。またそうですね、今回はてっぺいスター、はい、てっぺいチャンピオン、チャンピオン、チャンピオンです。秋葉原の、はい、店長と直近前回の接客コンテストで3位入賞、しかも新卒でまだキャリアは1年未満の小川ひなさん、小川ひなさんが、僕の時はその2人がいらっしゃるということで、で僕の時は、はい、あとリノさん、スカイスクレーパーの、スターの称号をお持ちになられてる、はい、方々の2名プラス接客コンテストで入賞されたひなさんが一緒にシフトインして運営をするということですね。これは見に行かないわけにはいかないだろうと。そうですね、はい、ということで、はい、僕と、藤沢さんは、まあ自店舗の、はい、自エリアの、メイドさんと一緒に、はい、ご飯食べて、別の日でしたけどね、別の日でしたけどね、はい、見に行ってちょっと体感してきましたね。はい、はい、ということでその動画をまずは撮ってきましたので、はい、まあ、ただちょっと店内がね、そうですね、ちょっと撮りたかったんですけど、これはね、まだ、はい、本部さんもしそういったところをご検討いただきね、もう少し、そうですね、あの上のね、やっぱ活気をちょっとやっぱ動画にも残したいなっていうのは残したい、ね、気持ちにもありますので、もし前向きに検討していただけるとお願いいたします。よろしくお願いします、はい、ということで、はい、今回はね、小さい旅に行って、はい、メイトさんたちの感想を聞いてきました。それからこんな感じです。はい、どうぞどうぞ。ここにしてタワマン、いかがでしたか。仕事してて、うん、本当にすぐに来られてきた時とかすぐに気づいて、うん、声出してすぐに切り出して動かすっていうのができてて、うん、なんかやっぱ鍛錬されてる。鍛錬されてる。まあね、すごいですよね、あれは。現在忙しいのに、忙しい、よく 見てられるなって思いますよ。目がすごい早く動いてるのか、顔をずっと動かしてるのか、ずっと前見てるのかな。あ、ここは小川さん、すごい声もよく通って指示出しとか聞き取りやすいですよね。そういうところが、そうだよね、はい、戸越店の東くんです。高校1年生でございます。
どうでしたか今日。やっぱ戸越と五反田にないような活気がありました。今日は五反田いるのでこれぐらいの活気を目指して頑張りたいと思います。ありがとうございます。素敵。どうでしたか今日は。めちゃくちゃなんかディズニーに来たみたいな。あ、素敵。楽しい気持ちになりました。ありがとうございます、はい、どうだった。いつき、あ、美味しかったです。美味しかったです。雰囲気は。あ、素晴らしかった。素晴らしかったです。活気があって、活気があって参考にしたいと思います。ありがとうございます。ここにてタワマン。はい、ということで行ってまいりました。行ってきましたね。はい、どうでした。そうですね、やっぱり活気が違います。そうですね、はい、やっぱり活気僕出すのはすごい苦手なんで。本当やっぱ勉強になりますし、あ、こういう風にやって活気って作るんだなっていうのはすごいやっぱり、うんうん、学べましたね。うん、ただそれをどう実践していくかが課題なので、うん、まあ真似して、うん、ってやっていきたいと思っています。うん、はい、いいですね。いやでも全くでも僕も同じような意見ですね。本当にあの活気っていうのが、うん、やっぱ秋葉原店は一番こだわってるんじゃないかなっていうふうに。やっぱ本当すごいですよね。まあそもそもね、こうやっぱ回転率もあると思うんですよ。うん、そうですね。その中でもやっぱ一生懸命やってるっていうので、はい、やっぱ実際お褒めのね、あのお言葉ももらってることも実は多いので。多いですよね。多いですよね。全国一とかそういうレベルですよね。ないじゃないですか。でそもそも売り上げも、はい、だって、まあ、今ねコロナ禍やっと、復活というか、まあこの、はい、ウィズコロナ時代になってきてね、うん、去年の売り上げのもう2倍ぐらい、倍の売り上げを今叩き上げて。意味わかんないですよね、2倍って。実はちょっと豆知識なんですけど、はい、日本で一番売っているココイチというのは、はい、あの沖縄2店舗と、はい、あと秋葉原。ここで今ちょっと三つどもえの戦いをしてる。あ、沖縄2店舗があるんですか。あるんですか。へぇ、いるわけですか。あ、まあ、これ言っていいのかわかんないですけどね。そこピーってやってください。微妙なところですよね。うん、はい、まあ、ただその日本で一番売ってるお店っていうのが沖縄の2店舗と、ちょっとごめんなさいお名前を忘れてしまったんですけど、あの確かオーナー店舗だったと思います、うん、とあとはキャンパーの我らが、はい、スカイスクレーパー、スカイスクレーパーで今ねこうちょっと攻める攻撃系なの。そうですね、まだまだしのぎを削って上がってますからね、売り上げ秋葉原。そうですね。でもその中でね、なんかやっぱり活気が、まあでもその要因の一つとしてやっぱ活気の演出っていうのは間違いなくあるなって思ったし、うん、やっぱ僕もいましたんでね。ああ、ではね、秋葉原なんで、しかも元店長です。前店長おこがましいですよ。あったんですよ、だから、まあなのでやっぱこの活気を作るっていうのは僕の中では結構こだわりがあって、はい、まあ、それをやっぱり行くところどころで表現したいなっていう気持ちがやっぱあるんで、はい、なのでやっぱメイタさん一緒に行って体験してもらって、まあね、ああいう感想をいただいて、あ、なんか良かったなっていうふうには思いましたね。そうですね、うん、逆にね、僕たちがの運営で活気作って、はい、逆にその学びに来ていただけるような、そんな運営を。そうですね、僕は、僕はそれですね。やっぱそれすげえぞって言ってもらえるようなね、やっぱり、あ、まあ同業他社じゃないですけども、はい、ね、あの、そのここいちゃすごいぞと言っていただけるような、やっぱ運営を目指したいなっていう。そうです、そこが一つの目的、うん、ね、より強くなりました、そういう気持ちが、はい、っていうお話でした。はい、はい、またね、あのモデル運営とか糸シフトとかあると思いますので、だから次はありますよってなった時になんか予告みたいな感じで動画撮って、あ、ね、何日何日会いますみたいな。そしたらこれをご覧になってる方も、うん、ぜひもしかしたらね、来てもらえるかもしれないんで、ね、そういう感じで、はい、できたらいいですね。それいいですよね。でそれでね、来ていただいて実際体感していただいて、うん、まあ、実際あの今いる秋葉原のメンバーの方々も素晴らしいんですよね。はい、すごい。運営自体でやっぱ素晴らしいし、はい、他のココイチさん、うん、ともやっぱ全然違うので、はい、そうですね、もうぜひ見ていってほしいですね、うん、はい、ということで、まあよりね、あの、まあ、他のココイチさんと比べたらちょっと失礼に当たるかもしれないですけども、はい、いい運営はこれからも、はい、ニコキビ吐きで
体現してみました。はい、はい、ということで、竹谷店長と藤沢店長ですでした。はい、はい、またありがとうございました。ありがとうございました。またデュース。